今日はすごく潤っている気がしますね、頭は。はい、皆さんおはようございます。今日は2016年2月11日木曜日で、昨日いろいろ町田について喋ったと思うんですけど、今日は町田に行って自分探しをします。自分探しを町田にと思っている人がいるかもしれないですけど、町田まで来た理由はこの町の記憶が多いからです。まあ2012年初めて日本に来た時に、町田が、一生初めて行ってみた町なんで、いい印象が残っていました。僕は小さなアメリカのテネシー州のメンフィス市に生まれて育ってたから、こんな都会道に行ったことがありませんでした。あの時はすごいテンション高くなりましたね。誰が入ったか分かりませんよね。1階です。ドアが開きます。僕の2013年の究極の目的は日本に留学することでした。2013年の9月から2014年の6月まで、オービリンダークに留学しました。で、いろいろな経験がありましたね。実は日本語にとっての新しい目標を作らなかったから落ち込んでしまいました。最近やーばーすぎて、あの顔です今顔ですいません、本当にこの動画を撮りたいんで、すいません。次が行きます。はい、お願いします。はい、バイト。こちらね。エリック。エリック。はい、高田町の市。新しい友達をたくさん作って結構楽しみましたが、後悔してるのはもっと日本語を頑張らなかったということです。で、その目標がない心の殻を詰めるためにカメラを買ってファッションブログを始めたんです。どうして新しい目標が作らなくて日本語を勉強しなかったのと思っている人がいるかもしれませんが、その理由は英語よりも日本語を話す外国人がかっこよくないと後悔して信じるようになってしまいました。僕はその時に周りの人の目に気にしすぎて動きませんでした。この動画で全部日本語で喋りたかったなと思いますね。ああ、どこに行ってます。Thank you.
は僕はそんな飲みすぎタイプじゃないんですよ。あの日本に来た時は19歳だったから、日本に来た時飲むようになってしまいました。いつも飲みすぎた時自分をもっと嫌いになりました。どうして勉強するよりも飲んでるんだと深く悩んでいました。でも日本人の友達に理解されたかったから飲んじゃいました。外国人でも日本人でも誰の人間でもいいから、気持ちを理解されたかったんです。英語を話して日本語を勉強しなくて、で飲みすぎだということを日本の皆さんにかっこよく見られてると誤解して思ったからやめられなかったんです。でもっと落ち込んでしまいました。